はい、何でしょう。ここ探偵事務所ですよね。はい、そうですけど。どんな依頼でも受けてくれるのでしょうか。大体大丈夫だと思いますよ。とりあえずお話だけでもお聞かせ願えませんか。秘密は厳守いたします。実はある人が宇宙人かどうかを調べてもらいたいんです。え、宇宙人？申し訳ございませんが、うちはそういう関係のことはちょっと。やっぱりダメですか。ダメというか、ジャンルが違うというか。ちょっと、あんたは黙ってなさいよ。新入りのくせに勝手なことしないでよね。人の話を聞いちゃいないわね、まったく。話すと長いんですが、僕が涼子と出会ったのは一昨年の夏でした。その年の春、僕は一浪の末やっとの思いで大学に合格した。高望みと言われていた大学だったが、偶然でもまぐれでも入ってしまえばこっちのものだ。あとはなんとかなるだろう。僕は大学に合格したことよりも東京に出てこられることの方が嬉しかった。両親の監視下から離れ、憧れの一人暮らしである。喜ぶなという方がどうかしている。そもそもうちの両親は非常に口うるさく心配性で、全く子離れをしていない。おかげで僕はこの年になるまでアルバイトの一つすらしたことがなかった。僕は入学式を終えると、その足でバイト先の面接に行った。そこは小さなバイク屋だった。若くて健康なら誰でもよかったのだろうが、店の親父は一応もっともらしく、どうしてバイク屋で働きたいと思ったのかとか、オートバイのどんなところが好きかなどと質問をした。僕の答えはバイク屋の親父を大変満足させたようだった。実際の話、僕は小学生の頃からオートバイが大好きで、いつかはオフロードバイクに乗って日本一周をしてやろうと思っていた。高校の時バイクの免許を取ろうと思ったこともあったが、うちの親が聞いたら卒倒するのは目に見えていたため、結局大学に入るまでは我慢することにしたという経緯がある。バイト先が決まったと同時に、僕は教習所に行き入所の手続きをした。自動二輪の免許を取るのが目的だったが、普通免許を同時に取ると割安になるというので、そうすることにした。それからしばらくというもの、僕は学校、バイト、教習所と忙しい日々が続いた。授業はつまらなかったが、学校は楽しく、数名の友人もできた。教習所に至っては実技の日が待ち遠しくて、いても立ってもいられないほどだった。幸い運転には向いていたらしく、2ヶ月ほどで免許を取ることができた。免許証の写真には不満が残ったが、僕は嬉しくてたまらず、5分ごとに財布から取り出してはニヤニヤしていた。新しい生活にも慣れ、待ちに待った大学生活初の夏休みになった。僕はバイト代で 250cc のオフローダーを買った。バイト先に下取りに出たもので、程度の割には随分と割安に買うことができた。バイク屋で働いていたおかげで、僕は一通りの整備くらいはできるようになっていた。8月になるとすぐに僕はツーリングに出かけた。日本一周ではなかったが、僕にしてみれば初めてのツーリングである。いや、ツーリングどころか一人で旅行すること自体が初めてなのだ。準備は慎重に行い、天気予報までも完璧に調べた。行き先が軽井沢というのは非常にミーハーな気もしたが、バイト先の店員にいいロッジがあるというのを聞き、そこに決めた。何でもオーナーが元レーサーで、客のほとんどがバイク乗りらしいのだ。平日に出たためか、関越自動車道はとても快調だった。高速道路を走るのは初めてだったが、
拍子抜けするほど簡単で単調だった。上里サービスエリアで一休みした後、藤沢ジャンクションから上信越自動車道に入り、薄い軽井沢インターチェンジで高速を降りた。中軽井沢を一通り探索した後、峠道を抜け白糸の滝を見に行った。その結果、名所旧跡などというものは一人で見ても全く面白くないということが身に染みて分かった。しかし、対向車のバイクから出される V サインにはとても感激した。こちらから V サインを出すのは照れくさかったが、返されると嬉しいもので、僕はオートバイの良さを再認識した。あまり早く着いても迷惑かと思い、僕は時間を潰すためにいろいろなところを走り回った。鬼押しハイウェイは裏から行くとタダで走れるというのを聞いてはいたが、迷ってしまいそうなので正面から行くことにした。ここからロッジまでは30分もかからないということだ。長い上り坂を過ぎると左手に浅間山が黒々とした姿を現す。その時、僕は不意にバイクに不調を感じた。ゆっくりと減速して路肩に止める。後輪が見事に潰れ完全にパンクしていた。僕は右側に大きな空き地を見つけるとバイクを押していった。平日の観光地は人っ子一人なく、その月面のようにだだっ広い空間の真ん中に僕はバイクを止めた。パンク修理剤をタイヤに注入する。しかし後輪に開いた穴からは白い泡が吹き出し、一向に塞がってはくれない。穴が大きすぎるのだ。ガラスでも踏んだのだろう。僕は途方に暮れたが、不思議と心のどこかには余裕があった。別に死にはしないだろう。僕は修理を諦めて黒土の上に腰を下ろした。風が心地よい。目の前に見える浅間山のバックの空がオレンジのグラデーションから次第にコバルトブルーへと変わっていく。しばらくの間、僕は今朝出発してから現在に至るまでのことを取り留めもなく考えていた。すると、今なぜ自分がここにいるのかがとても不思議な気がした。東の空にヴィーナスが輝き出す。僕は何らかの行動を取るべく立ち上がった。その時、一台の車が空き地の中に入ってきた。その車はまるで自分の指定席のように一段高くなった場所に停まった。僕は渡りに船という言葉はこういう時に使うのだろうかなどと考えながら、その車に向かって歩いていった。車のドアが開き、中から降りてきたのは女の人だった。20歳くらいだろうか。白のワイシャツの袖をまくり、タイトなジーンズを履いている。美人だ。僕は予想外の出来事に一瞬戸惑ったが、思い切って声をかけた。タイヤがパンクして困っていることや、行こうとしているロッジのことなどを話し、自分が怪しいものではないことも付け加えた。それはお困りだったでしょう。彼女は大げさに同情する素振りを見せ、クスクスと笑った。僕はバカにされたような気がしたので、黙っていると彼女は携帯電話を取り出し電話をかけた。もしもし、お父さん。ほら、なんて言ったっけ。まだ来てないお客さん。ええ、そう、見つけたわ。鬼押しハイウェイの空き地、タイヤがパンクして動けなかったんですって。そう、仕方ないわね。いいわ、待ってもらうから。うん、1時間くらいね。じゃ。僕があっけに取られていると、彼女はおどけるように言った。私がロッジ山根の看板娘、山根涼子です。言語とは言えないような言葉を発している僕に涼子は、お父さんがトラックで迎えに来てくれるけど、ちょうど今夕食時で抜けられないから1時間くらい待ってくださいね、と言った。僕が構わないと言うと涼子はうなずき、車から天体望遠鏡を取り出した。星を見るのが好きなの。涼子は髪を弱きながら言った。望遠鏡の準備が終わると、ポニーテールになった涼子は夢中で星を見続けた。しばらくして接眼レンズから目を離した涼子は、大きくため息をついて夜空を指さした。あそこに明るい星があるでしょ。ベガのこと。涼子は僕の言葉に驚いたように
目を大きく見開いた。織姫星だよね。僕が付け加えると涼子は嬉しそうに、星？詳しいのね、と言った。実家が田舎だからだと言っておいたが、実は僕は熱狂的な天体マニアだ。知ってると思うけど、うちのお父さん元オートバイのレーサーでしょ。お客さんもみんなバイク好きで、星になんかこれっぽっちも興味のない人たちばっかりなの。涼子はそう言うと嬉しそうに星のことやら自分のことやらいろいろな話を始めた。涼子は東京で生まれ、幼い頃母親を亡くした。それからしばらくして父親は引退し、軽井沢にロッジを開いた。料理がうまい元レーサーのロッジということで、たちまちバイク好きの中では有名な店になった。涼子は今大学生で横浜に住んでいるらしい。大人っぽく見えるが僕と同い年だ。夏休みになったのでロッジの手伝いを兼ねて今日帰ってきたということだ。星を見るの久しぶりだから、いても立ってもいられなくって。涼子がそう言って望遠鏡を覗こうとすると、遠くからヘッドランプの明かりがやってきた。あ、お父さんかな。涼子が向かってくる車に大きく手を振ると、それに応えるようにクラクションが鳴る。そのピックアップトラックが僕の愛車のそばで止まった。涼子の父親はまさに頑固者という言葉がぴったりの風采だった。背はそれほど高くないが、筋肉質の体はがっちりしていて力が強そうだし、眉間のシワと鋭い眼光が意志の強さを表している。会社員でないことは顔中に生やしたひげと後ろで束ねた髪から伺い知ることができる。ロッジの主人は、たツーリングに来るときはパンク修理剤ぐらい持ってこないとダメだよ、と言った後、後輪の裂け目から吹き出た泡ときちんと整備された僕のバイクを見て、なるほど、こりゃ仕方ないな、と続けた。僕が迷惑をかけたことを詫びると、ロッジのオーナーは、いや何、よくあることだよ、それにしても災難だったね、と言った。その顔には先ほどの険しさはなく、人の良さを感じることができた。ロッジは奥まった場所にあり、いかにもといった感じのログハウスだった。別棟で屋根付きのガレージがある。オーナーは車から僕のバイクを降ろすと、そこに置くように言った。ガレージの中にはオーナーのものと思われるピカピカのハーレーが2台と国産のバイクが3台置かれていた。僕はバイクを置くと荷物を下ろし、ロッジに向かった。ロッジの中はバイク乗りが集まる場所らしく、至る所にヘルメットやオートバイの部品がディスプレイしてあり、壁中にここを訪れた人々の写真が貼り付けてあった。僕は部屋に荷物を置いた後食堂へ行った。食堂はオープンキッチンになっていて、その間にカウンターがあり、中央に大きなコの字型のテーブルがある。それを囲むようにして置かれた十数個の丸太でできた椅子は、いかにも手作りといった感じだ。腹減っただろ、なんか作るからちょっと待っててな。あんたの分他の客が食っちまったんだ。うちの客さもしいやつが多いもんでな。オーナーはぎこちない笑顔を作ってみせた。私がやるからいいわよ。トレーナーに膝上のスウェット姿で現れた涼子は、手早くエプロンをつけると父親を押しのけた。ふん、晩飯の支度も手伝わねえで星見に行ってたバカ娘がどういう風の吹き回しだ。だって私星を見るために帰ってきたんだもん。お父さんみたいにバイクにしか興味のない人には分かんないわよね。涼子は僕の方を見てウィンクをした。僕はどぎまぎしたが、それを表に出さないように努めた。お前何言ってんだ、彼だって相当のバイク好きだぞなあ。涼子の父親の言葉に僕は薄笑いを浮かべてうなずいた。涼子の作った料理はどれも美味しく、僕は夢中で平らげた。その間、涼子とその父親は僕と同じテーブルに座って談笑していた。どうやら僕はこの親子に気に入られたらしい。食後のコーヒーを飲んでいると、3人の男たちがゾロゾロとやってきた。25、6だろうか、常連といった感じだ。涼子ちゃん、俺たちにもコーヒーちょうだい。涼子はうんざりした様子でコーヒーをついた。じゃあお父さん、
あとよろしくね。涼子はさっさと自分の部屋に戻っていった。相変わらず冷てえな。男の一人が言うと、後の二人がうなずいた。その後僕は男たちに捕まり、1時間近くも質問攻めにあった。話の大半は涼子との関係を問いただすもので、今日初めて会ったと言ってもなかなか信じてはもらえなかった。涼子は彼らのマドンナ的存在で、誰もが狙っているらしいのだ。しかし当の本人は彼らには全く興味を示さず、もっぱら星にのみ関心があるらしい。僕はその日なかなか寝つけなかった。初めての一人旅で神経が高ぶっていたということもあるのだろうが、眠ってしまうのが妙に怖かったのだ。朝目が覚めると、いつものアパートに戻っているような気がして、薄暗い天井をじっと見つめていた。僕が眠ったのは夜が白々と明けてきた頃だった。次の日、僕は壁のスピーカーから流れる有線放送の音で目を覚ました。多分朝食の合図なのだろう。僕は慌てて服を着ると、顔を洗って食堂へと向かった。デッキに面したガラス戸から差し込む朝日は、まるで太陽が自分の力を誇示するかのように強烈だった。食堂にはすでに昨日の男たちが来ていた。カウンターに立つオーナーは僕の姿を見つけると、おはよう、よく眠れたかいと言った。僕がうなずくと、彼はここでいいよなと言って、カウンターの真ん中に朝食の料理を並べ始めた。僕は3人組と同じテーブルじゃないことに思わずほっとした。オーナーも気を使ってくれたのだろう。僕が食後のコーヒーを飲み終わっても、涼子は姿を見せなかった。このまま涼子が来るのを待っていたかったが、チェックアウトの時間が近づいていたので、僕は部屋に戻った。荷物をまとめ、パンクの修理をしにガレージに行くと、そこにはすでにオーナーがいた。こりゃタイヤ買ってこないと無理だな。オーナーの指差した場所は3センチほどの亀裂が入っていて、修復を試みた跡があった。中軽井沢のバイク屋に電話してきてやるから、ちょっと待ってな。しばらくしてオーナーが渋い顔をして戻ってきた。お前さんのタイヤ在庫がないんだってよ。こりゃ高崎まで行くしかないな。四輪の免許は持ってるかい？僕が持っていると言うと、だったらうちの車使っていいから、高崎まで行って買ってくるといいよ。今地図を書いてやるから、と言ってオーナーは車のキーを投げてよこした。私ついでがあるから乗せてってあげる。いつの間にか涼子は僕の後ろに立っていた。彼女は僕の手から車のキーを奪うと父親に返した。私が行くとあそこのバイク屋さんすっごく負けてくれるのよ。僕には断る要素が何一つなかった。涼子の車は小さな外車だった。四輪には詳しくないので名前はわからないが、真っ赤なボディに白いラインが入っていて、とても愛嬌のある顔をしている。僕を助手席に乗せると、涼子はダンガリーシャツの袖をまくり、ドライバーズシートへと座り込んだ。涼子は運転中あまり口をきかなかった。軽井沢を過ぎ薄い峠に入ると、涼子の車は本領を発揮した。僕の代弁をするかのようにタイヤは悲鳴を上げ、エンジンが鳴った。次から次へと迫ってくるコーナーを楽しむかのように、涼子は車を走らせた。事実涼子は楽しんでいた。50ばかりのコーナーリングを終えると、峠は終わり道は平坦になった。ごめんね、乱暴な運転して。そう言うと涼子は小さく舌を出した。僕は車を褒めながら、気づかれないように手のひらににじんだ汗をズボンで拭いた。血は争えないとはこのことだろう。高崎のバイク屋は涼子の顔を見るなりタイヤを大幅に値引きしてくれた。バイク屋でバイトをしている僕でもそんな値段では手に入らない。僕がお礼に昼食をご馳走するというと、涼子はとても喜んでくれた。